アントニオ恋の木の朝から十字固め。はい、おはようございます。お元気ですか？アントニオ恋の木です。はい、村木彩香です。はい、よろしくお願いします。まあちょっとすっかり秋も深まって、はい、こうスタジオね、窓ガラスがあるんですけど、鳥越神社のイチョウの木がもう黄色でね、はい、そうですね、綺麗になってきて、はい、今年紅葉早いんじゃないかな、もしかしたら東京も。そうなんですかね、なんかもうちょっと月末のイメージあるけど、はいはい、個人的にはなんかちょっと遅れてるのかなって思ってたんですけど、まあでも本当にこう黄色いイチョウの木がすごく鮮やかでね、はい、まあ、秋を感じる季節になってきましたけども、はい、はい、そんな中で、もうずっとここもう話してるプロ野球、はい、がもうすごくこう終盤でも面白いというね、はいはい、まあ、今日のニュース、昨日、うん、阪神の藤川球児、そうですね、はい、選手が引退、引退試合、もう全球ストレート、はい、これかっこいいよね、やっぱね、そうですね、直球勝負でやって、もう予告してたから、こうやって、はい、もう、あ、右利きかの人、はいはい、うん、そう、それで、引退セレモニーも、はい、もうあんな普通だったらもう今まで何年間、はい、野球人生、本当に悔いはありませんとか、うん、ファンの、ね、皆さんの声援のおかげでここまで来ましたとか、はい、ありがとうございますとかっていうのが終わりのにもかかわらず、はい、あんなに長いこうちょっとね感動しましたね。どこの部分が一番、まずは自分をここまでさせてくれたのは清原和博さん、はい、とか、あと松坂大輔選手のこのライバルへの意識とか、もう僕は引退するけども今度は逆に第一の応援団長として応援したいとか、あとは藤川球児たまに何子供ほら児童の字、はい、そうですね、っていう字を書いて、もう親に対してもうこの名前にしてくれて本当にありがとうございましたと。でもう本当にそれこそ野球をと出会いさせてくれたこと、はい、それからやめようと思った時に支えてくれたこととかを、うん、なんかそうです、ね、はい、本当朝のニュースで、はい、意外とジーンときちゃってて、はいはい、そのコメントを聞いてね、なんか本当に素晴らしい引退セレモニーだったんじゃないかなっていうのはちょっと思いましたけどね、はい、はいはいはい、でちょっと前にですね、パリーグが CS クライマックスシリーズをかけて2位争いをしているというのが、はい、千葉ロッテが行くだろうと思いきや、はい、ここで、西武ですね、はい、埼玉西武ライオンズと、楽天が、はい、こう良くなってきて、まあ、楽天ちょっと負けちゃったんだけど、はい、早めにねこう転落しちゃって、はいはい、でここの日替わりでコロコロ入れ替わる中で、はい、直接対決で、はい、これで西武が勝ったらもう最終戦までもつめ込むというところだったんだけど、ね、何が面白かったって球場のねこの横断幕っていうか、はい、なんかこうボードみたいので、はい、千葉に負けるな埼玉に負けるなっていうのがあって、これがもう面白くて、あ、こういうとこでも千葉対埼玉争ってるんだと、県民の対決、そうそうそう、あ、はい、これはすっごい面白いなと思って、はい、はいはいはい、まあ正直、まあ、この話も後で、はい、今その前にねこの千葉と埼玉、このロッテはソフトバンクに強くて、はい、シーズン2年連続で勝敗数がね、西武は連覇をしてるんですよ、うん、ペナントだけは、はい、だからここで西武が勝っても面白いですし、ロッテが行っちゃってもじゃあペナント何だったんだよっていうね、はいはい、いうところのいろんなのがある中でもう西武がまさか負けてしまうという、はい、ちょっと残念だなっていう、まあ、最後の最後まで見たかったなっていうね、はい、いう思いで応援したんですよ。でさっき言った千葉対埼玉、はい、これがですね、恋の木的には注目 し,、はい、してしまったのが、はい、飛んで埼玉っていう映画を前見た時に、はい、ありましたね、見ました、いや私はちょっと見てないんですけど、見てない、はい、でちなみに恋の木埼玉県民だから、はい、もう全部がもう大爆笑で、はい、中にはなんか埼玉県民怒ってるとかいう人もいたみたいだけど、はい、ありましたもう怒るどころかよくぞここまで埼玉をどうぞ共感できる部分、いやいやもういっぱい、だからそれこそそんなとこまで PR してくれるのとか、はい、なんか PR とかもう突っ込んでないこうマイナーにマイナーにいじってんだけど、はい、それがもうよくぞここまで調べてくれたなみたいなね、そういうのがすごく、あと、はい、旗とか振ってて、はい、
地味にあの行田ネギとか狭山茶とか、はいはい、そうあのセリフはなくても横断幕で出てたりとか、名物とか名産のものがですね、そうなんですよ、はい、それがまた嬉しくてね、で、はい、もう一個入れてほしかったのが、まあ、これも埼玉県民の話だけど、埼玉水上公園、海がない分プールありますね、はい、埼玉にはいくつか、はい、水上公園を作ったっていうところもちょっといじってほしかったなっていうのはあったなっていう思いで、はいはい、でその埼玉対千葉、はい、最終的には映画の中で対決んだけども、まあ、その対決がまたくだらなくて、はい、こっちの方が有名人がいるぞみたいな、みんなあの暴走族みたいな格好してはい、はい、ああもうこれ大暴動が起きちゃうんだなんて思いきや、あのおいお前たち知ってるか、うちにはなこんな有名人がいるんだ、だうおじゃあこっちだっているぞみたいなね、そういうアホみたいな対決がもう最高に面白くて、はい、いいコメディだったなっていうね思い出で、そのこっちがすごいこっちがすごいっていうのがまた、はい、この間のそれこそ大統領選の罵り合いじゃないけども、ね、なんかそういうところにももう全部がつながってくるのかな、はい、野球からこの大統領選から映画のストーリーからね、なんかそういうところもなんかすごくこう、はい、心をかきたたせるようなね、なんかプロ野球見れて思ったなっていうので、ちょっと曲を紹介したいということで、はい、いいかな言っちゃって、なんか、はい、あるなんか俺ばっかり喋っちゃってるけど、いや大丈夫、曲に、はい、曲お願いします、はい、映画のサントラなんですけど、それこそ飛んで埼玉を、はい、選んだんですけども、はい、早速あの飛んで埼玉も意外と作品の中のやっぱりコメディがゆえに音楽がすごい良かったんですね、はい、でどれにしようか迷ったんですけども、やっぱりタイトルで選んで出身地対決っていうテーマソングがあるんですけども、はい、はい、まあその中であの武蔵野線の脇の流山橋っていうところがあって、はい、これ実在するんですけども、そこで千葉と埼玉がこう対決するんですけども、はい、はい、そんなすごい場面も想像しながら聴いていただければなと、はい、はい、川を挟んでのもう大決闘、もう本当罵り合い、はい、こっちの方がすごいぞと、はい、小さな自慢対決っていうので聴、ね、いていただければと思います、はい、はい、飛んで埼玉より、出身地対決です、どうぞ。
はい、映画サントラの、飛んで埼玉より、出身地対決という音楽を聴いてもらいましたけども、はい、どうですかこのクラシック、なんか壮大な、うん、そうですね、情景が浮かぶといいますか、なんか音楽すごいでしょ、はい、なんかコメディーなのになんか想像つく、なんかちょっとなんか違うといいますか、ね、コメディーとかけ離れてるような、うん、でコメディーなんだけどやっぱり下地がすごいしっかりしてるから面白かったのかなっていうね、はい、まあ、そんなちょっとクラシックもこれからも紹介できたらななんて思いますけどね、はい、はい、出身地対決という音楽でした、はいはい、じゃあ続きまして、はい、まあちょっといろいろね、さっき言ったその大統領選も、うん、はい、先週、そうですね、まあ、このあとすぐ答えが出るでしょうなと思ったら、意外とこんな1週間だってまだ決まってないでしょ、で、あともう、あれいつ出るのかなみたいな、そうで、あともう一個気になるのがコロナ、はい、これまたちょっと上昇してきてるよね、そうですね、今また北海道で、うん、いやいやもう全国やばいでしょこれ、意外と大阪もなんか過去最多2番目とか、はい、あと神奈川千葉埼玉でもなんか過去最多とか、この1ここ1週間でね、はい、で東京 もう300弱、そうですね、それからさっき言った通りの北海道もそうだし、はい、なんかちょっと心配だなっていうね、だから今日もスタジオ入る時もさらなる検温のね検査が、ね、はい、あってね、はい、まあそんな対策ということでうちらもやってるっていう、ちょっとじゃ紹介をお願いします、はい、そうですね、スタジオのこちらコロナ対策につきまして、はいはい、検温の徹底ですね、さっきほどおっしゃいました、あとスタジオ内の消毒、はい、スタッフのマスク着用、こちらですね、トレールと言いまして、うん、こちらの、機械からオゾンが出ております、先週オゾン層、ちょっと、はい、すいません失礼いたしました、そうですね、こちらのトレールを使用しております、はい、で、そうですね、はい、こちら鳥越アズリFMはインターネット型のラジオです、見て聞いて参加できる放送局となっております、はい、こちらですね、メールアドレスが azupan@azzurrinc.com ですね、件名に番組名を記入の上メールをお願いいたします、こちら会員費が1万円で1年間有効となります、はい、そしてこちらですね、番組応援の会と題しまして会員様を募集しております、その際の特典とつきまして生放送の見学、こちら抽選となります、応援する番組 MC とのイベント、生放送中のテレビ電話ですね、こちらも抽選となっております、どしどし、はい、はい、そうですね、なんか PR してできたりとかね、はい、そうですね、したいことがあったら全然ね、はい、どんどんご連絡いただければと思います、はい、はい、コロナどう、この年末に差し向かって、そうですね、まあちょっと、まあ、年末っていうことで多分忘年会とかのシーズンになると思うんですけど、うん、やはりそうなるとまあ密を避けられないっていうところで、ちょっとやっぱそうですね、気温が下がってくるとコロナが増えるって、ウイルスがね、はい、元気になってきちゃうっていうか、でしかも GoTo でちょっと気持ちが緩んできている中でまたこの冬に差し掛かるっていうの で、本当に気をつけていかなくちゃいけないなって思ってるんですけども、はい、まあ本当マスク着用だから、それこそバイデンさんがもうまず第一に発生したのがもうマスク、ね、はい、マスクの義務化ですよね、もうそれも本当にもうやっていかなきゃいけないな、はい、最低限、はい、自分で、でもまあ本当に食事の席とかでマスクしながら食べて飲んでまたマスクって、ね、なかなかしてる人いないですから、そうですね、やはり一度外しちゃうとちょっと、うん、でももう本当徹底的に飲んで食べてマスク、うん、飲んで食べて喋、はい、んなきゃいいわけだから、はい、飲んで食べて喋る時にマスク、はい、みたいにすればいい、あとはもうとにかくまず食べる、はい、食べてお腹たらふくに8分7分目ぐらいかな、はい、であんまり食べ終わっちゃうとそろそろ次のお客様になっちゃうから、はい、ドリンクだとおつまみでなんとかこうね、はい、過ごせるようなのとかできたらね、本当誰かがそこの飲み会の席のリーダーがしっかりしてないと、ね、はい、って本当にちょっと思うから、本当気をつけていかなくちゃいけないかなって、そうですね、はい、でそれこそどうですかバイデンさんは、
そうですね、バイデンさんか、あのトランプさんの敗北宣言をしないというところかに今ニュースになってるけど、はいはい、これについてどうなの、元アスリートの目として。もうちょっと潔くて、あ、いいと思う。俺だってまだ決着ついてないから、別にトランプさん支持するわけじゃないけど、はい、なんか別に終わってないんだったら最後まで頑張った方がいいんじゃないのっていう、はい、そうですね。でもなんか片やちょっとそういう中で、まあ、ゴルフをされてるようなニュースもちょっと出てきて、どこまでこう自分が、そうですね、危機感と言いますか、うん、なんかそこもちょっと疑問というか、なんか、うん、なんか大丈夫なのかな、余裕の表れなのかちょっと分かんないですけど、なんかまあ勝負するならこう真っ向勝負で、いやでもまあまあ訴えるだろうなんだろうは言ってるけど、はい、まあ、そこっていうよりもなんか分かんないけど、うん、コメントではね欲しいのはやっぱり、はい、最後の最後まで、尽くして頑張っていきたいと思いますので、はい、っていう言葉があれば、はい、負けは認めないとかっていうことを言うと、はい、やっぱり国民っていうか、まあ、まあ全世界だよね、はい、はもう何のこの潔の悪い、もうどう考えても結果見えてんだろうみたいな、はい、でも例えばサッカーで、うん、もう10対0とかの勝負でもあんまチンテルもうどうせ勝てねえしみたいな、はい、嫌じゃない、こんなプレー見せられても。そうですね、まあ確かにスポーツと大統領選って全然違うけど、はい、だから、うん、最後も最後にちゃんと、はい、最後まで戦い抜きますとか、最後のなんか一言でも欲しいですよね、うん、あとはね、バイデンさんおめでとうとか、はい、いうトランプさんが見れたらいいかなっていうふうに思ってるけどね、はい、そうですね、いや本当そう思う。だからこれ分かんないけど、俺はそう思うね、やっぱね、その最後まで頑張っていいんじゃないって。ただあと気になるニュースがあったのが、はい、トランプさんの奥さん、はい、何だっけな、忘れちゃったけど、あの人が、はい、なんかこう、わ、何、大統領選終わったらなんか離婚するだろうなんだろうっていうのをワイドショーで見たんだけど、はい、ありました。コメントしたの、そんなこと。そうですね、どこから持ち上がってるのか、それ誰かが言ってるだけでしょ。そうですね、あ、もうなんだろうね、この本人たちが一番今大事な時期をそんなちょっと周りから、うん、話題が出ちゃうっていうのがちょっとね、はい、うん、まあまあでも本当にそういうところの動向も気になるし、また4年後もまた狙ってるっていうしね、はい、トランプさんね、そうですね、はい、うん、だからある意味もう敗北宣言はしないけど、また4年後出るぞってことはもう次をなんか見越してじゃないですか、だからもう分か見えてるわけだよね、はい、そうですね、まあ本当その辺のコメントもちょっとね、はい、うん、注目していきたいな、はい、思ってます、はい、じゃあ、音楽、あ、なんか他に気になるニュースあった？そうですね、まあ、今日11日ということで、うんうん、まあ、ずっと学生の頃から、まあ、この日といえばという、うん、何、ポッキーの日ですね。ポッキーの日、はい、ポッキー&プリッツなんです。そうですね、はい、うん、必ず学校に持ってって、あ、なんか今日この11月11日はやってたんです、そういうの。そうですね、なんか、ね、みんなで、俺ね、ちょっとクイズ考えてたのね。はい、やる、やりましょう、お願いします。1問ね、はい、1問。11月11日、はい、はい、何の日っていうことで、ちょっといろいろこの5個の中で、はい、ね、違うものは何だみたいな。あ、違うもの、え、違うもの、サッカーの日ではなさそうな気がします。サッカーの日じゃない、はい、そうなんだ、ここをあえて入れてみたんだけど、そうやってちょっと全然思い当たるあれがないんですけど、もうポッキーの日しか頭にないですね、私は。で、ちなみに、はい、これ全部正解なんですよ、外れがないんですよ。お、そういう形のクイズなんですね。そう、そうなんですよ、はい、別にクイズってわけじゃないんだけど、はい、まあ、クイズって言っちゃってるけどね、いわゆるサッカーの日に気になってほしいなっていうのもあったんだけど、はい、なんでサッカーの日が、はい、私はちょっと11月11日か分かる、分かんないですね、分かんない、はい、ちょっとよく考えて。サッカーはあ、11人対11人、正解正解、遅いよ
なんかあんまりそんな気にしてない。11月11日、はいはい、11人と11人の対決だから、なるほど、サッカーの日という、はい、で他にもねちょっと調べてきたんですよ、はい、めちゃくちゃありますよこれ。全部言う時間あるかな。豚まんの日、麺の日、きりたんぽの日、この辺は分かるよね。もう麺とかほらきりたんぽって棒じゃない、もやしの日、あと鮭の日、はい、いわゆる11月11日漢字に縦にすると土2つでしょ。ああなるほど。だからそうなったっていう説が、じゃあカエルの日もそうしてくれよみたいな思うんだけどね。あとピーナッツの日、たくあんの日、美しいまつげの日、配線器具の日、靴下の日、下駄の日、ライターの日、鏡の日、電池の日、チンアナゴの日、いい順位の日、なんだこれ、指リンガルの日、煙突の日、コピーライターの日、公共建設の日、ベースの日、チーズの日、宝石の日、西陣の日、第一次世界大戦終結祝祭日、世界平和記念日、時期の日、恋人の日、かりんとうの日、串カツ田中の日、はい、そうもうお店なのよライスパワーナンバーワンの日、はい、スーツセレクトの日、ロールちゃんの日、ロールちゃんって何、ロールちゃんって何わかんないけど、立ち飲みの日、キノコの日、ま、うん、侍の日、キャッツの日、うん、整いの日、うまい棒の日、はい、一人旅の日、はい、勇者の日、はい、生ハムの日、ワンワンギフトの日、イオン液体の日、岩下の新生姜の日、キュリオスの日、はいはい、スティックパンの日、はい、キットパスの日、箸の日、お揃いの日、ポーランド独立記念日、中国独身の日という、いろいろあるという。でちなみに誕生日誰がいるのかなと思って、はい、吉幾三さん、田中美佐子さん、はい、ダンプ松本さん、はい、あと中西圭三さん、マギー真嗣君、うん、レオナルド・ディカプリオ、手越君、手越優也君、はいはい、あとなんか AKB かこれ、田中玲奈ちゃん、はい、あと女子プロレスの真瀬優奈って子、うん、あと女子アナだったリポーターか今、はい、堤信子さんってちょっと恋の気が昔、はい、この人いいなと思った人、はい、もそう、そうでした、はいはい、すごい調べたでしょこれ。頑張っていっぱいありすぎてちょっと、そう謎はいっぱいあるんだよね。だからポッキー、きりたんぽ、麺とかさ、はい、チンアナゴとか、わかりやすいのもあれば、ん？っていう、そうそうそう、一体なんこじつけなんだろうみたいな。チーズの人がもう全く意味がわかんないよね。はい、まああんだろうけどなんかね。はあはあ、はいはい。まあそんな11月17日、はい、たったみんなでポッキーを食べよう。まあまあそれも立派なイベントですけども、はい、まあある意味これからはこれだけのことも。そうですね。たくさん意識する。はい、はい。やってみてはいかがでしょうか。はい、ということで、まあ音楽。はい。まあいつも、恋の木はソウル。はい、とか R&B、はい、いろんなブルースが、かけてるんですけども、今回はちょっとまたいい曲見つけたんですけども、はい、シュレルズっていう、聞いたことないよね、女性4人組のコーラス、はい、コーラスがあの、はい、いわゆるシュープリームスとかあの辺のブームが来た時の、はい、まあ、走りといっても過言ではないんだけど、高校の4人組友人たちで4人組のグループ結成して、はい、黒人系ガールズグループの流行のトップだった。はい、その影響で、ビートルズがこの「ベビー・ツ・ユー」っていう曲をカバーするんですけども、はい、もともとそのビートルズの曲かと思ったらシュレルズが元祖だったっていうのと、あとはもうこのね、グループ、黒人系グループ、女性グループの走りとしてやっぱり日本にも影響を受けたのがやっぱりキャンディーズだったりピンク・レディーだったりするんじゃないかなという70年代ね、はい、まあこの人たち結成したのは50年末期と、まあ60年代がブームだったんだけども、はい、まあそんなちょっと気だるいいい曲なんで、ベイビーツーは聞いたことあると思うんだ、ビートルズの、ビートルズ、はい、なのでちょっとそのオリジナル版元祖シュレルズのベイビーツーを聞いてください。どうぞ。シャララララ。 It's not the way you smile that touch my heart. It's not the way you kiss that tears me apart. Whoa, whoa, whoa. Many, many nights roll by. I sit alone at home and cry over you. What can I do?'Cause baby, it's you.
baby, it's you. You should hear what they say about you. Cheat, cheat. They say you've never, never, never been true. Well, doesn't matter what they say. I know I'm gonna love you any old way. What can I do when it's true? I don't want nobody, nobody. 'Cause baby, it's you. Baby, it's you. ということでシュレルズのベイビーツユー、はい、聞いていただきました、はい、有名でしょこの曲は。そうですね、声がなんとも落ち着く、あこの気だるいんだけど、あのビートルズも気だるくていいんだよね本当に そんなベイビーツユー、はいねはい、またいろいろと紹介していきたいと思います、はいはい、ということで、はい、次のトークのコーナーはもうニュースとかじゃなく今度は、はい、また村木彩香をしようではないかと。先週、はいそうですね、好きな男性のタイプはって聞いていじったところで、はい、触れたところで、そうですね、ちょろっとだけ。そうなんですよ、はい、で先週ちょうどほらアスリート男子がいいって言ってたでしょ、うん、はい、もうちょっと詳しく聞こうかなと思ってて、はい、例えばアスリート男子でも、うん、アスリートって言ってもあれだけど健康志向のこう体ガツガツ動かしてる一般男性と、はい、アスリート男子、はい、本当のアスリート男子、はいはい、どっちがいい。そうですね、やっぱ憧れとかも含めてしまったら、うん、本当もうガチガチでやってるようなアスリートがやっぱりすごい魅力はそそられますけど、うんうん、うーんでもどうですかね、なんか一緒にいるってなると、あそうか、やっぱり結構そうアスリートってやっぱこだわりが強い人は本当に、うん、いやそれはいいことなんですけど、うん、自分のまあ健康とかいろいろこう自分にちゃんと向き合ってる面では全然いいと思うんですけど、どうなんですかね、そこをこう例えば管理してほしいとかになると、うん、ちょっと違うのかなという。えそれはでもお互い分かるところだから、はい、いいんじゃないかなと思うけどね、そういうお互いに支え合えるっていうか、そのどこまでかによりますよね、やっぱりちょっと、うん、あとなんだろうね、将来を考えた時に、はい、アスリート男子は、はい、やっぱりこの選手生命っていうところにも出てくるから、はい、やっぱり第二の人生も見据えないと、やっぱりもし結婚した時に奥さんの元で、でもそこであんたしっかりしなさいよって言っちゃうと傷つけてしまうから、プライドがあるわけだから、そこの頑張ってきたっていうね、その世界では。だからそういうところも大変なのかなっていうのもある、まあ結婚に関してはね。ただやっぱりアスリート同士のカップルの子供はすごくこうどんな子なんだろうっていうのはね、そうですね、思うけども、はい、うん、なんかやっぱりそうなるとでもちょっと周りの目がやっぱそう期待をさせちゃうと言いますか、あ、まあ、うん、自分の場合でもなんか好きにしなさいと言いますか、うんうんうん、そういう方がいいのかなと思いますが、小猪木さんもまあお子さんもいらっしゃいますが、うん、はいはい、どうですか、なんかこう奥さんはこうだけど、いや僕はこういう
方針と言いますか、方針まではないんだけど、なんか教育とかについてルールみたいな、そのなんかそのもう男女の考えの違い、やっぱり女性ってこう守りに入るというかね、はいはい、やっぱり我が子ですから、はい、大事に大事にっていう、はい、あるんだけど、今うちの子が3歳で、はい、もうちょっと段のあるとこ、階段高いところがあると、はい、ポーンって飛び降りるのね、はい、なんだけどやっぱりママ的にはもう怪我するからやめなさい、公共の場だからやめなさいっていうのがもうね多くて、はいはい、でもいいじゃんかと、そんなに人も歩いてないわけだし、はい、とか、あの男の子なんかもう怪我してからがスタートなんだと、うん、そうですね、いうぐらいの思いがあるから、まあまあ大怪我はダメだけど、はい、そうやって、はい、あの事故はダメよ、はい、うん、ちっちゃなね些細な怪我ぐらいだったらやっぱり体で覚えていくっていうのが一番だから、はい、と思ってるパパと、だから注意をするママ、はい、注意をしないパパ、はい、中うちは図式になってるから、はいはい、でも多分共感されるご家庭多いんじゃないかなとは思うんですけど、でももうママさんから言わせればもう、はい、俺みたいなパパはもう敵なのかなっていう思いはあるけどね、そうなんですかね、パパも言ってよっていうきっと、はい、なるほど、うん、ちょっとそこは思うかな、はい、だからもうあとは分かんない、こういうお仕事してるから、はい、普通の一般パパともまた違うような気がするから、はい、だったらもうやりたいことやろうよっていうね、はい、今思いついて今やりたいんだったら今やればいいじゃんっていう、そうですね、いや今やれることはね、はい、例えばうちの子がパパのグローブを見つけて、はい、これボール投げしたいと言ってきたんだけど、うちの子まあまあ右利きか左利きか分かんない状況にもかかる、ちょっと右利きかなっていう時に、はい、パパ左利きだから、はい、グローブが逆っていうのでもう、はい、戸惑う、はい、どうして、大人用のグローブでちっちゃいお手手だから入らなくて、はい、できない、はい、投げれない、はい、右利きが左利きとかいろいろあるから、はい、でそう考えるとなんかうわーってなって、それはもう今できなくてしょうがないから、はい、でグローブ買ってあげようと思ったんだけど、待てよ、ここでグローブを買っちゃったらグローブに頼りになるから、はい、これはパパの考えで、まず両手でボールを取れること、体の正面で取れることができてた時にグローブを買ってあげようかなと思ったけど、はいはい、やっぱりこの間もやっぱりグローブで遊びたい、もううわーってなっちゃって、うそうですね、ちょっとやっぱ興味持ったものに、うん、だからどっち、だから興味を優先するのか、はい、だから楽しいことから始めることが大事だけども、でもやっぱり基本から教えたいだっていうパパのなんかこう、なるほど、あってね、だからグローブはまだ買ってないんだけど、はい、グローブってもあの本格グローブじゃなくて、はいはい、本当に3歳児用ぐらいの、はいはい、お子様用グローブがありますよね、ちっちゃい、そうそうそう、それを今ちょっとパパ的に考えちゃってるかなっていうところは正直あるかな、なるほどですね、うん、まあそうですよね、やっぱりちょっと結構譲れない部分はやっぱり自分も出てくるかなっていうのはあるので、まあそこをどこまで、うん、やっぱり本当にトップアスリートとかと付き合う場合は譲れるかって部分は結構大事かなと、なんでまあどちらが好きって言われると、まあどちらも好きが正解ですかね、でもたまにほら全然運動しないダンス、例えば女の人って言ってることと違う人と付き合っちゃってる、はい、まあ理想と現実は違うのはすることもあるんだね、はい、ありますね、うん、まあでも何か長所があってからその人と付き合いしてるんだろうけど ね、女性の皆さんもね、はい、うん、でも本当そうだな、だからトップクラスとかになっちゃうと話がもう、だからどこまでどうゴロゴロする、はい、ね、そう遭遇するかっていうかね、しないしなくない か、まあでも確率は低いかもしれないですけど、まあ多分競技やってる人ならどっかしらこう探っていけばどっかに当たるっていうのはありますよね。あとアスリートってすごい美女好きじゃない、なんか、あ、なんか K-1 ファイターとか、なんかプロ野球選手とかって大体女子アナとか、はいはいはい、なんかうーん結婚したりとか、あと、まあ、K-1 選手だったら リングガールみたいな、はい、ラウンドガール、はい、とかモデルとか、なんかそんぐらいの人たちとなんかペアになってる人がよく見たりするけど、はい、まあでもそれはなんかアスリートに関わらず、関わるのかね、男性は
そうですね、綺麗な人の方がいいんじゃないかなっていうのは、はい、まあでもね、例えば綺麗でな人はよく言うのが、はい、ほらこう自分の方がこう前に歩いちゃうから冷たく感じちゃう男性がいたり、はい、だったら素朴な一般市民がいいっていう人もいるわけじゃない、はい、だからあながち本当美人がいいっていうほどでもないのかなって最近はちょっと思うけど、はい、まあ、もちろんだから、はい、あとはタイプがどうか、その女性が、はい、若い時はねそれはもうとびっきり美人とかいいなと思うけど、はい、やっぱり年を重ねると、はい、やっぱりそういう自分に合った人とか、ね、中身がとか、ね、あとはその相性とか、はい、いうところもだんだん男も見えてくるようになるから、はい、それもっと早く気づいてりゃいいなって思うんだけど、はい、男もバカだからね、はい、そうですね、あんまり外見は気にしないですかね、個人的には。あ、外見は気にしないんだ、やっぱり、はい、アスリートじゃなくてもいいんじゃん、こんなもうお腹の出たおじさんとか、はい、あ、まあそれは改善の余地があるんで。ああ、そうなんだ。全然、はい、自分は気にするところでは。あれはじゃあ外見で言うならば背はどうなの？身長が大きい人がいいとか。いや、特にこだわりはないです。あ、ないんだ、はい、でも大きい人に憧れるってのが前ラジオで。あ、まあそうですね、まあ、自分が大きい人にってことですね、相手に求めるってよりは。お、あ、そうなんだ、はい、自分が大きくなりたいな、はい。実際男に生まれたかったか女に生まれたかったっていうのはある？ああ、そうですね、うん、女生まれたかったって女でよかったなっていうことか。あんまりそうか、なんか気にしたことは全然ないんですけど、あ、まあなんかよく男の人が女の人になってみたかったとか、うん、まあおしゃれがそれこそ何だろうな、まあそう気にするとかメイクしてみたいとかあると思うんですけど、なんか多分自分がそういうタイプではないので、うん、俺メイクしたいと思わないな。あ、じゃあ男のままっていうか、また生まれ変わっても男が、例えばこの今の時代って女性の方がこう、はい、なんか前に俺元気だったり、はい、なんか今女性が前に前にっていうすごく過ごしやすいというか、うん、はい、昭和と比べていい時代だなっていうのはすごい感じるから、女の人楽しそうだなっていうのはあるけど、ただ男はちょっと元気ないのは気になるけど、でもやっぱり男でよかったかなっていう、思いのがあるかな、やっぱり。なるほど、うん、そうですね、まあ、私もなんかこう幼少期の頃とか、まあ、お話しさせていただいて、いろいろそういう遊びとかもしてたんで、まあそうですね、男の人に多分生まれた方が楽だったのかなってとはね、なんか運動の才能だったらやっぱり男の人のがやっぱすごいからね。そうですね、うん、まあどっちの良さも、まあ確かに、はい、もちろんもちろんあるとは、はい、じゃあ別にアスリートとして別に男にやりたかったってわけじゃなく、はい、女の世界でもやっぱりアスリートで良かった、はい、ってことだよね、はい、このまま、うん、このままっていうか、素晴らしいと思う、はい、楽しかったんで全然、うん、はい、はい、ないですね。で、はい、音楽紹介したいと思いますけども、はいはい、まあちょっと秋らしく秋の歌をちょっとチョイスしました、はい、なんか秋の思い出とか、秋の思い出ありますか？なんか最近はと言いますか、毎年、まあ、それこそ紅葉を見に行ったりとか、うん、ちょっとドライブに出かける機会が増えますかね、外に行く、はい、まあそれ、うん、あとドライブに行って大体お蕎麦屋さんによると、ああいいよ、ね、それが大概秋にやることかな。甘い、はい、だしと、はい、なんでしょっぱいだしどっちが好き、はい、蕎麦。あ、しょっぱい方が。俺もそうなんだね、たまに飛び込んでお店が甘いだしの時ってちょっと、はい、最初は美味しいんだけどやっぱりしょっぱい出汁の方が好きかなっていう、ちょっとこういうの気分も、はい、お蕎麦好きなんで、はい、どこか絶対なんか行くとか、おすすめのお蕎麦屋さんとかないけど、でもやっぱり長野とか山形は美味しいかなって、はい、そうですね、はい、まあ信州の方に行きがちですよね、はい、まあそれは感じるかなと思います、はいはい、じゃあ続きましての曲はですね、はい、松田聖子さん、はい、風立ちぬを紹介したいなと思いますけども、はい、昨日もね、テレビで、はい、TBS で、この差って何ですか、
はい、っていう番組ですごいあの松本隆さんの曲をこう紹介してて、うんうん、曲というか作詞のね、でそれも風と地にもそうなんですけども、あと作曲が大竹栄一さんなんですよね。でこれの風と地のがすごい大ヒットした B 面がなんとロマンスっていう、うん、エクボの、はい、洗顔フォームの CM ソングだったっていうね、うん、まあすごい記憶はあるんだけど、はい、A 面も B 面も売れてるというね、素晴らしい。で他にも松田聖子さん、はい、シングルの A 面も B 面も売れてるのがすごいいっぱいあって、はい、ガラスのリンゴとスイートメモリーズ、瞳はダイヤモンドと青いフォトグラフとかいっぱいあるんですよね。だそういうので、まあ、秋らしく野原のエチュードか風立ちぬかどっちにしようかなと思ったんだけど、一応風立ちぬ、はい、知ってる松田聖子さん。松田聖子さん、そうですね、ちょうど親の世代になるんで、うん、まあ、親が聴いてるのを聴いてるという感じですかね。でもこれも多分相当有名な曲なので、はいはい、こういう時も好きな曲です。じゃあ聴いてみましょうかね、はいはい、松田聖子さんで風立ちぬです、どうぞ。
はい、松田聖子さんの風立ちぬでした。はい、4分34秒、約5分弱ある歌ですけども、はい、もうなんかあっという間だね、聴き入っちゃうよね、この曲はね、はい、やっぱり松本隆さんの詩っていうのもね素晴らしいですよ ね、 そうですね。もう小学生だったんですけど、はい、涙顔を見せたくなくて、すみれひまわりフリージャーって、もう意味が分かんないけど、やっぱりそういうのも季節の流れを感じさせる、はい、うーん、歌なのかなっていうね、いうのをちょっと感じましたね、この曲はね、はいはい、大人になっても未だに聴ける歌ですね、これはね。どう、松田聖子さん、ちょっとなんか切なさ、切ないね、はい、確かに、なんだろうね、聖子さんのこの憂いっていうか、あのだって10代20代でしょ当時、この聖子さんも、はい、そうですよね、はい、それがすごい、だって大人も子供も、はい、わしづかめるこの存在感っていうのがやっぱり大スターだし、でドリフ大爆笑とか見てても NG 集とかあって、聖子さんのすごい可愛らしくて味があって見ていられる、はい、そこがもう本当にスターがゆえんだなっていうのはちょっとね、本当この間ドリフ大爆笑あの 再放送見た時にちょっと思いましたね、はいはい、何でもできちゃうもんな、芝居もコントもね、素晴らしい、素晴らしい、本当に素晴らしいです。はい、はい、ということで告知のコーナーです。はい、じゃあ小柳さんの、はい、はい、お願いします。11月17日、はい、渋谷のチェルシーホテルっていう会場で、はい、アイドルイベント出ます。でなんかタイトルがなんかハチ公プロレスみたいな。ハチ公プロレス、はい。なんかいうタイトルで、あれ何、アイドルと何やんのと思って、で。プロレスやるわけではなくなんか。なんか多分プロレスだから、我々がゲストに出てアイドルとなんかこう対決するのかな、分かんない、プロレスじゃないなんかプロレス的ななんかゲームの対決なのかなって勝手に予想してるんですけども、はいはいはい、そんなイベントでたまにねこのアイドルイベントとか出してもらえてね、なんか本当世代も違うし、あの元気いっぱいのアイドルたちとこう絡んでね、なんかすごいギャップも感じつつ、でも楽しさも感じつつっていうね、イベントも出させてもらっています。はい、あとですね、まあ、これあの全然プライベートの話なんですけど、はい、明日、はい、草野球チームの東京大リーグ後半トーナメント2020、はい、トーナメント戦の優勝決定戦に出ます。大事な一戦が、大事な一戦です、はい、相当相手強敵なんで、はい、ただね我々の草野球ですから、はい、そんなトップレスアスリートとかそういうレベルじゃないんだけども、はい、やっぱり夢中になれる競技で、今年、まはい、結成十何年目で、しかも万年3位のチームが 初めてこう優勝戦線に加わるっていうね、はい、大事な一戦なのでちょっと頑張っていきたいなと、はい、まあこの時ももうアラフィフなんで、もう本当牙だけには若者たちに譲ってるんですけど、はい、その守備はね、もうさすがに、でもずっとこういうのも一番、はい、センター一番で頑張ってきて、まあそろ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 、はい、まあ本当今のチームに何威張りたいからいるみたいな、はい、なるほど、ずっとあの旗揚げからいるから、はい、だからそう考えるとそれだけでチームに居座ってるかなっていうね、本当はやめちまいなんて、まあでもそんな、はい、わかんないけど本当楽しいチームだから、うん、もういわゆる50歳以上もいれば、うん、下は若者は10代もいるチームで、ね、はい、わきあいあいと汗かいてます、まあ、そんな、はい、もうどうでもいい告知です、まあまたいろんな告知報告できたらなと、はいはい、思いますので、また応援よろしくお願いいたします。はい、おそらく来週はまた日本シリーズも迎えますから、はい、そうですね、はい、ちょっとねサッカーの話は全然できないけど野球の話になると思いますけども、はい、また来週もそうですね、はい、お楽しみしていただければと思います、はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあということで最後に、なんだっけ、恋の木の朝から10時固めダーカ、はい、で締めたいと思います、はい、さあ、ということでアントニオ恋の木のいくぞ、朝から10時固めダーどうもありがとうございました。